で、あのユーザーが最も気になるのが、まあ、今年パソコン値上がりするんだろうかって。どうでして読みとしては上がりそうですか、それとも、そのまま、もしくは下がる。なんか、あの、今年、もう少しこう具体的なトレンドで、何か、お話しいただけることってありませんか。はい、あと、はい、これもパソコンっていうのも、出てくると思います。ああ、え、これがパソコンなの。今、ちょっと、今、今カット、今カット。ごめんなさい <laughs>。いいんじゃないですか、それぐらい。皆さん、こんにちは、戸田聡です。<laughs> 昨年同様ですね、ASUS の新シ,シア部長が今年もですね、突撃インタビューに答えていただきました。とても感謝しております、まあね。パソコンの価格どうなるのかとかですね、今年のトレンドは、もしくは去年はどんなパソコンが売れたのなんて話にもですね、ズバズバ答えていただくのは気持ちいいですよ、見ていて。ということで、今年もお届けしていきます。新視部長、それではスタートします。よろしくお願いします。はい。えー、っと、じゃあ、あの、新視さん。 いろいろよろしくお願いいたします。こちらこそ、今年もよろしくお願いします。ますえー、昨年、ですね質問に答えていただきまして、大変ご好評をいただきまして、えー、ここまでおっしゃっていただけるのかと。 あの僕のチャンネルを見ていただいている方もですね、びっくりしたぐらいいろいろお話しいただいて感謝しております。今回もよろしくお願いします。じゃあこそあのまあ、なかなかまあ、直接あのトータさんのチャンネルを通してあのメッセージあの発信できるチャンスほとんどないので、私もできるだけできる話せることを全部出したいなと興味を持ってますのですよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。 でまずあの業界全体の話を伺いたいんですが、まあ、その中で御社の立ち位置でもかあのもちろん歓迎なんですけれども、2022年も業界ではパソコンの売れ行きはまあ良くないと、コロナ禍で売れた反動があって良くないというふうに予想されていたと思うんですが、その事前の予想に比べて、どうでしたか、上、下、予想通りぐらいな感,感覚で構わないんですけど、はい、あの正直、予想よりも悪かったです。 であのまあ、時期によるんですけれども、例えば上半期、1月から6月の,あの結果は予想通りだったんですけれども、後半に関してはかなり為替の影響を受けまして、で弊社の目標よりも約30%ぐらい落ち込んでいるとあの思っていますあのやっぱり為替の影響は大きいと思ってまして、でそれって少し遅れてくるじゃないですか。はいでその エスさんの場合は、世界中でこう販売されてるわけですけれども、その為替の影響を考えたときに、日本での価格って、まあ、他の物価等とも考えると、世界と比べて安いんですか高いんですか えと正直、一概と言えないんですけども、販売チャンネルによって、例えばオンライン、オフライン、量販店など、はい、あの販売するところによって、あのそのコストが全然違ってくるので、でもここで言えるのが、a s u s のオフィシャルオンラインストアで購入すると、割ととお得だと思いますなるほど、はい、わかりました。 で今年しも2023年も、なんか厳しそうな気がするんですけれども、パソコンってそう毎年買い替えるものではないので、コロナ禍で売れすぎた反動はまだあると思うんですが、いかがでしょうかえとこの質問いただいたときに、まあ、正直あの、市場が厳しいと思いません。 で、あの、エイススは、あうん、ま,あまずその、エイススと ROG、そのゲーミング向けのブランドが確実に成長しているからです。で、まあ、この3年間振り返ってみると、まあ、ゲーミングノード PC はナンバーワン。で、そして、クローンブックもナンバーワン。さらに、u k EL をあのカテゴリーで見たときに、それもナンバーワンという実績があります。で、まあ、今あ、厳しいと、戸田さんおっしゃってるんですけども、私たちは、ワン PC。 という言葉弊社の方で使ってるんですけども、まあ、弊社製品の,あの PC においての,あのそのカテゴリー、非常に多いので、コンシューマーワン、PC ナンバーワンを今、目指しておりましんしゃさん、そのエースさんはいけそうだっていうお話なんですが、あの業界全体としてはき、はい、やっぱり厳しいのは続きますかうん難しいですね。それ私は、まあその 厳しいと思いませんでやはり PC というのが毎日使う道具あと皆さんのできることユーザーのできることやりたいことすごく PC でできることが増えていくので必然的にパソコンの性能が足りなくなってしまう機能が足りなくなってしまう,うん、うん、なので海買外い買いが必要。 なので、あのまあ、その厳しいとは正直、あまり思わないですなるほど、わかりました、先ほどの3つナンバーワンっておっしゃいましたけど、はい、これは日本においてですか、それとも世界でですか日本においてです。あ日本において、はい、わかりました。はい、だいぶなんか好評で、あの一時、アップルよりもブレーキ上になったっていうようなお話も伺ってますけれども。よく働いてるからです。 まあ、いろいろあのその各部署によってあのその努力している方法もちろん違うんですけどもでも、本当にあの、まあ、社員ではあるんですけど本当にそのユーザーのために努力しています。 まああの三十一日もお返事いただける十二月のですね三十一日も僕がご連絡したらお返事いただけるぐらいなので、はい、<laughs> 僕もそう思っていますどうですよく働きますはい、はい、<laughs> であのー、その二千二十三年今年は ASUS としては何か戦略でこう大きく輝げているものってありますかそうですねあの具体的なまあその 勝つための戦略を持っていたら、まあ、具体的なその勝つ戦略を持っていたら、多分もうナンバーワンにはなってるんですけども、ちょっと今日言えるのが、まあ、そのエイスはやはりさっきも言ったように、あの常に技術の開発にあの情熱を持っていますし、うん、私はマーケティングなんですけども、その情熱を持って製品をプロモーションあのしています。 ま,あまず、本当にとにかく日本のユーザーに楽しんでいただけるように製品開発をしています。まあ、今年の1月にすでにせすれうちの製品をご覧になっていただけたかなと思っております。まあ、私は定番をさらにアップグレードしたラインナップと私は感じます。でもちろん UKL も継続して発表していきますしであのキーワードはやはり最新。 最速ユーザーの欲しい PC を提供するポルシーがあるからまあそれが戦略、ずっと変わらない信念というんですかね。だからそういうのをあの変わらないと思いますしで販売チャンネルに関してはまあコロナが約3年あ,のありましてやっとあのノーマルに戻ったんですけどもまあ弊社としてはまあそのオフラインとオンラインを両方あのそのまあ投資してし いくとううようなイメージですねでさっきもあの戸田さんおっしゃってる、まあ、かなりあの去年は好調、まあ、アップルも超えた月もあったりという話あったんですけれども、正直、まあ、結構、日系企業、意識しています。なので、うん、もっと選んでいただけるように、私たちも良い製品を開発して提供します、うん、あの業界全体的に、コロナによって、かなりモバイルへのシフトが進んだと思うんですけれども。 エスさんはそのモバイルの割合っていうのは、今までどおりぐらいですか、さらに増やしていくとか、減らすとか、何かありますかそのモバイルというのが13.3インチのことでしょうか、それとも13キロ4インチまでの,、まああのあ、小さいパソコン、あの軽いパソコンっていう意味ですね、はい、持ち歩けるパソコン、ありがとうございます。はい、あの弊社はもともと13、14が強いんですよ。うん はい、であの逆に日本の市場では15.6インチは、まあ、半分以上の割合を占めています。でちょっと理由としては共用 PC なのかあるいは家で使うから大画面がいいのかというあの理由になると思うんですけどもでそうすると結構に計算が強いというのがあのその現状ですね。 なので弊社の場合でいうと、もともとモバイルが強いので、逆にどうやってその16.6を伸ばしていくっていうのが、現在の課題ですねああで。モバイルは強い上にも伸ばしてていいいかれたいっていうことです、ねはい、そうです。<あ>はい、ユーザーもじゃあ、そんなにモバイル一辺倒にもならない、今ぐらいの感じっていうふうに読まれてます。 そうですね、あのーまあ、去年の3月に13.3インチの,その2イン1のゲーミングノート PC を発表したんですね、今までそのカテゴリーがなかったので、逆に ROG がそのカテゴリーを作ったと言えます。なので、弊社がその市場をもっと細分化してで、その細分化されたカテゴリーを強くしていく。 なるほどというイメージですなるほど今、逆に15.6インチがちょっと弱いから、そこをどう強く伸ばしていくっていうのが、まあ、課題というか戦略というか、なかなか難しい、まああの。シンシアさんのお話聞いてると、いつもイケイケな感じでいいですよね。<laughs> 何がですかビジネスですかでですすすか <laughs>、はい、両方ですありがとうございます、はいまはい でもなんかあの、まあ、私は本当にこの会社、もうすぐ、もう去年が20周年なんですよ、はい、実は。でもまだその、なんか飽きたりとか、そういう感覚はないですね、毎,毎年ワ、クワクしてますもうだんだんね、日本語もものすごくお上手になってこられて、も細かなニュアンスまで取り取っていただけるんでありがたいです。 であのユーザーが最も気になるのが、まあ今年パソコン値上がりするんだろうかっていう話だと思うんですが、為替の影響、な為替もなんかちょっと落ち着いてきたような気もしますけれども、為替は予測できない部分もあるとは思いますが、そのどうでしょう、読みとしては上がりそうですか、それともそのまま、もしくは下がる、どうでしょうかそうですね結論から言うと、上がると思います、でもそれは理由としては、ユーザーがパソコンですることが増えているからです。 でその使用用途に合わせてパソコンの性能も上がる必要があるしそれに伴う最新機能も搭載する必要があります。で、まあ、ACES もそうなんですけどすべ、まあ、ての PC メーカーが今後の技術を搭載したハイエンドパソコンを選んでいきますとな、まあ、何でもこなせるパソコンはやはり前のパソコンよりも高くなります。 要するに、えっと、上位モデルがよく売れる年になるという判断でいいですかはい、はい、僕は毎年そうであってほしいと思ってるんですけれどもはい <laughs>、はい、私もそう思います、やはりやりたいことが、うん、もう小,小学生が YouTuber になりたい、そうするとまず YouTube の編集できないといけないんです上位モデル買っておいたほうが長く使えるので結果として環境にも、ね、優しいと僕は思ってるんですね。はい、安いモデルも上がっ ちゃうんですか安いモデルは安いままあるっていうイメージですか すすごく難しいで、ね、でバランスですねで結局あの、為替影響によって絶対に上がらなければいけないものとあと、まあ、その前から予想してたあのそのセグメンテーションがあるので、まあ、その一概とじゃあ為替の関係で全部値上げするというのではなくてやっぱりそこでメーカー努力で高あの上げなければいけないものと価格据え置き。 ていうのが、そういうバランスの調整が入るのかなと思います一般的には為替の影響って、実際に製品に落ちてくるまでは3か月とか半年とかってかかりますよねかかりますけど、でも約6か月前にはもう、買培化の予測はしてるいるので、まあ、その中で調整って感じですかね。うんうんうん、なるほどであの2023年に トレンドになりそうなもの、u e l の話は後で聞きたいので、ウォーレットの話は後で聞きたいのでその、それ以外でトレンドになりそうなものってありますかちょっと2022年のトレンドなんですけども、結構弊社であの売れてる製品としてはあの、薄型軽量のゲーミング PC なんですね。うん、で例えば15.6インチの巨体に、 16インチの大画面というのがかなり売れていますし、うん、あと話さっき話したそのモバイルゲーミングの13.3インチの ROG フローも非常に売れていました。なんかその PC ゲームだけじゃなくマルチ、うんうん、ユースできる PC というのがかなりあの去年のトレンドではありました。うん、であの、さっきも話したように、ユーザーがやりたいことがすごい増えていくので、 で、あの2023年のトレンドっていうとこの極小区間っていうんですかねこの PC の中あの PC の中っていうのを極小区間ってするとこの極色区間の極端発展、うん、極端のどう発展していくっていうのがあのまあ ACIS が、まあ、2023年のトレンドじゃなんじゃないかなと思っています。 例えば、限られた PC の空間の中で、視覚をどう極めていく、うん、そうすると、フォールド、折り畳みの液晶だったり、うん、その例えばあの VR、3D、あるいはロールスクリーンとか、みたいな発展はしていくんじゃないかなと考えております。もし、まあ、そこまで、まあ、やっぱり価格が上がってしまうので、じゃあ、こういう形の 発展じゃなくて CPU、GPU の発展、どのようにあの性能上がっていくのか、例えば弊社の場合ですと、結構そのインテルの H シリーズを、あのそのクワードフォアの製品を通常の全ック、<laughs> ビボブックにも搭載するとか、どういった技術も一般のノード PC にも積んでいる動きもあります確かにあの H プロセッサーの製品がびっくりするぐらい安い。 価格で出されたりしますよね僕はそろそろもうメモリーは32を買ったほうがいいと思ってるんですけれども、いかがでしょうか <laughs> そうですね、まずはあの、まあ、H シリーズの安く売ってるという話あったんですけども、やはり、まあ、あのこういうカテゴリーを作っていきたいので、あの最初のインパクトを結構。 必要かなと思ってて、うん、でメモリもそうなんですけども、まあ、やることによってもちろん 32GB があればいいんですけども、でただ、そのユーザーにも選択し、準備しておきたいというのは正直な気持ちで、はい、じゃ例えば今後、a s u s としては例えば、増設を、あのその例えば PTO みたいなことができるとか、うん、あとその空きスロットと増設できるスロットをもっと明確にするとか、まあ、そういうことをやりたいなと思ってます。なるほど なるほどユーザーが拡張できるようにしたいってことで細かいトレンドの話なんですが、w i f i 6 e とか、あと 5G 内蔵あたりはいかがでしょうか。 えとすごく難しい質問なんですけども、今、導入しているメーカーもいくつかあるんですけども、ただ、搭載しているもの、すごくそれをきっかけに流行っているという感じはしないんですよね。なので、まあ、あのそのユーザーが欲しいというより、まあ、結構いろんな外部の要因があると思ってます、うんうん、なるほど、w i f i 6 e はあの積極的に搭載されますか。 そうですね、積極的に、あのやはり、まあ、そのスペック的なことはやっぱり高い、うん、な何でしたっけ、過ぎたことはない、うん、高い、なんか高いのがいいですね、スペックは高い、高性能のほうが、エースさんは、とにかくオーレットに力を去年は入れたなと思ってるんですけれども、その売れ行きとか評判とか、いかがでしょうか。 そうですね、UKL、オーレットに関してはあの、弊社は最初に発表したメーカーではないんですけれども、うん、一番あの真面目にプロモーションしてきました。まあ、やっぱり家にいる間に、すごいパソコンに向き合う時間が長いので、目に優しかったり、きれいなものももちろんいいんです。で、大きくあのプロモーションしてきたので、まあ、もちろんいろんな反応をいただいています。それはいいと。 いいフィードバックと捉えています。あの前、それは販売実績も<の>ユーザーのフィードバックもはい、あの焼き付きが気になるっていうコメントが僕のチャンネルでは結構あるんですが、はい、まだその焼き付きが出てくるほどの年数経ってないと思うんです。けれども、今のところあんまりそういう声はないですか？ ないですね、はい、私も発表したときにあの結構メディアに聞かれたんですけども、まあ、あのもちろんお客さんのフィードバックもあのその交流戦隊のフィードバックもいただいてるんですけども今はあのそういった問題はあの私のところに来ておりません。 いうか今の段階であったら逆にまずいですよねそうですね <laughs>、はい、でも、まあ、あのその当初発売するときに結局スマホもほとんど UKL 搭載しているので、うんうん、スマホでは焼き付きは気にならなかったら PC も同じです、うん、だいぶ技術が進歩して焼き付きもあの抑えられるようになってきてますもんね、はい、思いますねはい分かりましたでゲーミングノートも去年かなりこう力を入れて出されて ましたけれども他のメーカーカに比べてです、ね、でさっきも力を入れてるっていうお話ありましたけれども結構あのデスクトップで今までゲームっていうと自分で作ったり BTO メーカーのデスクトップを買ったりっていう形が多かったと思うんですがやっぱり CPU もノート向けだとちょっと落ちるじゃないですかデスクトップに比べると。はい、それを踏まえても結構デスクトップからノートに変わってる人っていうのは多い印象でしょうか えとまあ、デスクトップとノートは、まあ、違うカテゴリーって、まあ、実は弊社は見ていないんですね。なんかそのデスクトップから数量を奪うというふうに思っていなくて、まあ、ROG というブランド、うん、あの本当にノー,トノートパソコンからヘッドセットとかそのマウスまでいろいろ提供しているので、どちらかというと、あのこのゲーマーたち、のの PC ゲームをやってあのいただく。 あのゲームたちに選んでいただけるブランドで、トータルソリューションのブランドでありたいと考えています。まあ、デスクトップあの、使うんだったら ROG のデスクトップ、ノート PC だったら ROG のノート PC、うん、まあ全部ゲーマーが意識揃えてくれると、それが我々,我々の目指しているところですあの僕としては、そ,のそろそろそのハイエンドなゲームユーザーはゲーミング PC でいいんですが、 普通の人たちで仕事もしたいけどゲームもしたいっていう人たちもかなりいると思うんですね。なのであの、ゲーミング PC っていう切り分けもなんかもうあんまりいらないんじゃないかなっていう気がするんですけど、いかがでしょうか、そのあたり。全く同感です、はい。なんかゲーミング PC は全部こう派手で LED が7色に光っちゃうと、ちょっと仕事しづらいじゃないですか。だから、まあ,あの、御、はい、社の、ね、ROG はそんなに派手じゃないモデルもあるので。 まあこれは仕事にも使いやすいし、クリエーターユースにもなるなと思ってたんですけども、今までのゲーミング PC っていうと、ゲームだけする人ですよね、多くがえっと。ゲームがもちろん、あのその出発点っていうんですかね、うん、ゲ PC ゲームというのは一つの出発点で、さらに例えば動画編集、さらにビジネスで使うっていうのが、例えばここが ROG とします。ここが ビボブックとします、はい、でその例えば私はゲームはしないんですけどもでもいろんなことをやりたいっていうのがあのそ,のそういう需要もきっとあると思うんですよ。うん、例えば、うん、さっきお,おっしゃってるその光らない光らない濃度の需要も多分あると思いますので実はそのビボブック というあの製品にも RTX 積んでる製品もあったりとかします。であの、まあそういう需要があるから、すごくやっぱりあのさっき言ってたそのカテゴリーの細分化、うんうん、すごく重要だと思なるほど、逆に細分化っていうことですね。今、a s u s さんでノートパソコンで一番売れてるのはそうすると13インチ、14インチぐらいになるんですか そうですね、えーとえー、とその売れてるっていうのがすごい難しいんですけども、そのカテゴリーで売れてる、あのうん、例えば13.3 13. インチと14インチのカテゴリーの中でうちが一番売れています、ただじゃあ、そのトータルであの考えたときに、だいぶ16対9じゃなくなってきてる印象が強いんですが、はい、16対10とかですね。 そうですね。16対10は積極的に導入してます、うん。うん、やっぱりその方が画面が同じインチサイズであれば画面が広く使えるっていう理解でいいですか。かはい、そうです。はい、もちろんです。うん、逆に言うとでも映画を見るときは切れちゃいますよね。上がそうですね。それは言えますね。うん,う,んうん、なるほど、分かりました。で、今のお話を伺っているとノートパソコン。でも、今後はじゃあグラフィック搭載外付けというか。 グラフィック搭載モデルにも力を入れていくという感じでよろしいですすかはいあのラインナップも増やしていきます、まあ、それはユーザーザの需要があるからです、うん、そうすると結構、仕事用と仕事以外、仕事だけに使う人はまあグラフィックなくてもいいじゃないですか、外付け、はい、いわゆる CPU 内蔵でも OK じゃないですか、そこは結構分かれていくって感じですね、はい、細分化していく。 分かりましたでですね、ちょっとこれ、僕、かなり伺いたかった話なんですけど、a s u s さんは、Windows パソコンをも販売しているシェア大手の中では、まあ、子会社、レノ o はね、子会社があったりしますけれども、唯一、この同じブランドで、スマホも出されてるじゃないですか。はい、で、Apple は、その OS も自分で作っていて、スマホと Mac とかの連携が素晴らしいと思うんですね。はい でここをもっとこう連携させていくようなお考えっていうのはあるんですかえと、まあ、すごくあの難しい質問です、正直。で、そのまず Go、Google Google はあのいろんなソフトウェアで、サービスで連携しています。うん、で、そして、クラウドのデータにアクセスしているっていうのは特徴です。うん で、そのどんなデバイスでも、Chromebook でも、スマホでも同じデータにアクセスできます。うん、で、まあ、我々はハードウェアメーカーです。うん、じゃあ、まあ、どのような体験をクイックにストレスなくアクセスできるっていうのが、我々のできることなんですけども、うんうん、じゃあ、いろんな連携をどうスムーズしていくっていうのが、なかなか弊社から言えない。 なるほど。というのが、まあちょっと答えにはなるのかなと思います、うん、あの HP とかは、オリジナルのアプリをこうスマホ用アプリとか出したりしてますけれども、あんまりじゃあ、そっちのほうに行く感じではないっていうことですかね、はい、あのやはりハードウェアのほうが、弊社の得意分野ですね。うん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 なるほど、わかりました。だと最近なんか、ASUS さん、タブレットが減ってると思うんですけど、減,減ってますかえ 考え方によります。スマホの大画面派、パソコンの小型化、フリップ、データジャブルというようないろんな形のデバイスが出てくるので、まあ、アンドロイド、タブレットが減ったっていうより、いろんな形のパソコンがあります。うんあの、でも、 昔出されていたアンド o i ドタブレット自体は、もうラインナップほとんどない、日本では少なくともないですね。ないですね。ウ n ンドウズのタブレットも、これ、ASUS さん以外もほとんどもうタブレットって出さなくなっちゃって、はいまあ、Surface Pro のような、ね、あの脱着できるのはまだまだありますけど、単体タブレットもなくなっちゃってますけれども、はい、この少なくとも Android のタブレットは、ちょっとこう動画を見たいみたいな人たちには、ニーズあると思うんですけれども。 そうでもないでしょうか。うん、そうですね。あの和弊社としてはスマホ全品もあのあ,<ー>あのそのありますし、うん、あとそのウィンまあ Windows も Chromebook もあの、うん、その Flip データシャープルの製品あのその10インチから15.6インチあるので、まあその Android タブレタブレットとしての存在が弊社のラインナップでちょっと薄くなっているのかなと思います。 うん、なるほど。でまあスマホで見るかパソコンで見ればいいでしょっていう感じですかね。難しいです。はい。難しいです。難しいはい。わかりました。<ー>はい、えっ、ー、と、そのパソコンの,その、例えばバッテリー駆動時間がすごく長くなるとか、はい、そういうあの画期的な進化が最近あんまりこうないと思うんですけれども、まあ、この間ね、あのレビューさせていただいた折りたたみのホールドみたいな、 ものはこう少しずつ出てきてますけれども。そのなんていうのかな、根幹の進化みたいなものが最近こうちょっと薄いような気がしていて。僕はあんまり来ないと思ってるんですけど、なんか V. R. みたいな方向に行くとか。っていうのは予定はあるんでしょうか。ちょっと今日は回答できないです。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい。はい、楽しみに。しててくださいってことです。楽しみにね。わかりました。<laughs> なんかあの今年トレンドでもう少しこう具体的なトレンドで何かお話しいただけることってありませんか。例えばなんかカラフルな色が出るとか、なんかすごい薄い何かが出るとか。今年ですか。はい、<の>2023年。はい、2 0、は、2、い、そうですね。<年>いろいろ言いたいんですけど、ちょっとなかなか。<laughs> 1>, あの1月は、あのその,今年のこと全部言ってしまうとあれなので、あのまあ、あの弊社はいつも年末にあの全世界の社員向けて、はいはい、あの今年の製品を見せてくれるんですけども、そうですね、やはり、まあ、さっき、戸田さんがおっしゃってる、その軽いやつと、うん、いうのが、軽くてかっこいいやつが出てきますね。 こ、まあ、今年のお勧すすめとしては、まあ、やはりあのさっきも話したように、エイスは常に最新、最速というポリシーをあの持っておりますので、節で,で発表された、まあ、最新のインテルの13世帯と、ライゼンの7000シリーズを搭載しているゲーミング PC、あと全部ックビ p ブックをぜひ期待していただきたいと思ってます薄くて軽そうなやつも期待しておきます。もちろんです、はい、あと、はい これもパソコンっていうのも出てくると思います。ああ、え、これがパソコンちょっと今、今、カット、今、カット。ごめんなさい。え、いいんじゃないですか、それぐらい。<laughs> えっと、そうですね。フ <laughs> ォ<の>、ね、ルドもこれが、フォルドもこれがパソコンみたいな感じですよね。そうです,そうです、はい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 。じゃあ、生かしで。はい。はい、はい。シンシアさん、今年もありがとうございました。またよろしくお願いしはい。 お願いします。はい。 お願いします。はい、視聴者の皆さんもコメントいただけると思いますので、お時間ありましたらぜひコメントもご覧いただければ嬉しいです。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。はい、以上、新社武将に今年のトレンド等々を聞いていきました。いかがでしたでしょうか。僕はとってもね楽しくてまた参考になったと思っております。ということでチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またメンバーシップもスタートしております。このメンバーシップに加入していただくとトダサトルファンクラブも無料でね参加していただくことができます。このトダサトルファンクラブでは毎月 えー、プレゼントをしておりますパソコン、キーボード、充電器、モニター、いろいろなものを、ね、プレゼントしておりますので、ぜひご参加ください。またですね、セカンドチャンネル、こちらは戸田悟るビジネスですね、えー、ビジネス系のお話をしておりますので、こちらもぜひね、聞いてください。また3つ目のチャンネル、クローンブックチャンネル、こちらでは、クローンブック入門の方に向けた分かりやすい、ね、コンテンツをお届けしております。こちらもよろしくお願いします。